これ以上に大事なのがこの内部管理用の管理体系ですね。売上が増えたとしてもですよ、限界利益ここが増えなければ意味ないんですね。これを言ってる社長はやばいです。お金がないのは誰のせいなのかっていう話なんですよね。どうも、一ノ瀬翔です。よろしくお願いします。今日はですね、経理とか税務とか財務とか会計とか管理とか似たような言葉たくさんあるけど、結局これどういうことなのと、何が大事なのか、経営者は何を意識しなければいけないのかってことをね、ちょっと分かりやすく解説していきたいなというふうに思います。このチャンネルではですね、中小企業の経営者向けにこういったですね、よく分からないところを分かりやすくお伝えして、会社にね、残るお金を最大化するためにはどうすればいいのか、そんなお話を日々配信しております。またですね、 YouTube では配信しきれないお得な情報をですね、公式 LINE で日々配信しておりますのでですね、今登録いただければ無料で3本のですね、動画をさらにプレゼントしておりますので、ぜひね、動画概要欄の方から公式 LINE も登録していただければなと思います。はい、ということでですね、まず前提として今日の内容なんですけど、簿記とか財務諸表論とか会計学の受験生用に話しているわけではないので、学問的な定義とは、異なる部分はあるよということはね、あらかじめご了承いただきたいなと思います。あくまでも実務ベースで経営者さんの役に立つ話をしていきたいなというふうに思っております。まずですね、ちょっとイメージを分かりやすくするために書いてみたんですけれども、まあね、これ絶対的な答えじゃないので異論は受け付けますので、コメント欄にね、異論は書いていただければと思うんですけども、まあ、ちょっと経理という話は後に置いておきまして、まず企業会計というものをですね、大きく分けると財務会計と管理会計、まあ、2つに分かれるということなんですね。で、この財務会計というものは外部報告用の会計で、管理会計は内部管理用の会計という大きな違いがありますと。で、外部報告用の会計の中には実は税務会計と財務会計というものがありまして、税務会計は税金計算用、税務署への報告用の会計で、財務会計というものがいわゆる外部への報告用、ステークホルダーと呼ばれる人たち、株主であったり債権者さんですね、こういった方に見せる決算書用の数字、まあ、いわゆる決算書と呼ばれるものはこちらですね、財務会計の数字です。ただですね、中小企業の場合には外部の株主というのはほとんどいないんですね。社長であったりその家族が株主の中心になっていることが多いと思います。そうするとこの決算書の利用者って銀行と税務署ぐらいしかないんですね。ということもあって、中小企業っていうのは簡便的な会計処理っていうのが認められてまして、ほとんどですね、この税金計算用、税務署にね、提出して認められるような会計処理をしていれば問題ないとされているんですね。なので中小企業の場合はここほぼイコールなんですね。税務会計と財務会計ほぼイコールですと、まあ、税務に基づいた会計処理を日々されていると。上場企業なんかだとですね、実はここそうはいかなくて、ちゃんとですね、難しい会計基準なども全部適用しなきゃいけないんですね。まあ、上場企業の場合にはいっぱい株主がいて、で、株主はね、決算書を見てどの会社に投資しようかなっていうのを決めているので、まあ、やっぱ会計処理がまちまちだとですね、判断基準として適切じゃないということで、ちゃんと会計基準というものがあって、それに全部準拠してなきゃいけない。で、それをね、監査法人であったり公認会計士が監査して正しいかどうかをチェックして、監査報告書というものを提出していると、まあ、正しいですよというお墨付きを与えるということで、実は税務会計と財務会計って上場企業とかだと全然違う数字になったりするんですね。例えば資産除去債務とか税国家会計とかね、まあ、公認会計士がこんなことを言ってはですね、本当はいけないんだと思うんですけど、わけわからん計算をしなきゃいけないとされているんですね。例えばあらかじめ発生が見込まれる費用、損失、将来の費用とかっていうものは先に織り込まなきゃいけないとか、まあ、そういうものがあるんですけど、でも税務上はですよ、そういったものを先に織り込んで、実際まだ発生してないような費用とか損失を先に織り込んでっていうことをやると税収が減っちゃうので、税務上は損金にならないみたいなものがたくさんあるんですね。そうすると、まあ、税務上と会計上で結構差が出てくることになります。でもね、中小企業はそこまで求められていないので、まあ、ほぼ同じものだと思っていただいて問題ないかなと思います。で、この外部報告用のね、決算書とか会計っていうのももちろん重要なんですけど、それ以上に大事なのがこの内部管理用の管理会計ですね。あともう一つですね、財務の部分、あえてね、これ分けてちょっと書いてるんですけど、こっちで出てきた財務会計とはまた別の話なんですね。ちょっと言葉一緒なので分かりづらいんですけど、ちょっと定義を分けて話しています。これちょっと後で説明します。で、まず管理会計に関してなんですけど、この外部報告用の決算書とかっていうのはフォーマットがね、会計基準で決まっていて、それに従って処理する必要っていうのがあるんですけど、この内部管理用のね、管理会計っていうのはどっかに提出したりとかするわけではなくて、自社のね、自分で分析したりするために使うものなので、まあ、形式とか特に自由なんですね。なので
会社のね業績を分析したりとか、その検証結果をもとにね、どこを改善すればいいのか、まあ、などの仮説を立てるため、未来の数字を良くするため、まあ、そういったことの目的で使われるものなんですね。例えばなんですけど、一例としてね、直接原価計算とか変動損益計算書というものがあるんですけれども、この2つ共通点がありまして、費用を変動費と固定費というものに分けて考えると、この外部報告用の会計だと、ね、そういう考え方はないんですね。なんですけど、内部管理用っていうことを考えると、この変動費と固定費に分けるというところが非常に重要になってくるので、まずね、変動損益計算書を例に説明すると、変動費と固定費を分けるというところが外部報告用の計算書との違いになってきます。で、変動損益計算書を例に説明するとですね、ちょっと数字書いていきますと、流れとしてはこんなイメージになります。売上が一番上に来るっていうのはまあ一緒なんですね。外部報告用の財務会計とかと一緒なんですけど、その次に来るのが変動費というものなんですね。原価じゃないです、変動費です。変動損益計算書でいうと、売上に比例して発生するような費用を変動費というふうに言っています。例えばなんですけど、売上が100発生したら30変動費が発生するということであれば、まあ、売上が 100%だとしたら、まあ、ここで 30% 変動費が 30% かかって、限界利益というのが 70% 残るということになるんです。まあ、この割合は一定というふうに仮定しています。なので、売上に対して、まあ、70% は限界利益、まあ、あらりと似てるんですけれども、限界利益として残るということになるんですね。で、この残った原価利益で固定費を賄って、で、ここ税前利益ってなってますけど、まあ、ここはね、経常利益であったり、この経常利益の下に特別損益が来たりっていうのがあるんですけど、ちょっとそこは端折ってですね、もういきなり税前利益としてます。で、税前利益から税金引いて、最終的に改善残る当期利益というふうにしています。で、まあ、一応ね、この変動費、この比率一定に仮定していると言いましたけれども、もちろんね、この変動費を下げるとかね、原価利益率を上げるっていう努力が必要なんですけども、まあ、今日はちょっとここ一定という仮定で話を進めていきます。この変動費とか固定費っていう考え方を分かってないと、戦略を間違ってしまう可能性があるんですね。とにかく売上の額が大事だ、売上さえ増やせば利益増えるんだっていう考えだと本当に危険なんですね。まあ、この最終残った利益っていうのが会社にね、内部留保、自己資本として蓄積されていくことになるので、まあ、ここを増やすっていうのはめちゃくちゃ重要なんですけど、売上を増やせばここに直結するかっていうと、そうではないってことなんですね。とにかく売上の額が大事だっていうふうに考えてると、例えばね、値引きをして売上を増やそうっていうことをやっちゃったりするんですね。例えばなんですけど、ちょっとね、実際に数字を入れて考えてみていきたいと思うんですけど、まあ、こういう会社があったとしますね。売上が100ですと、まあ、単位はミリオンでも1000円でも何でもいいんですけれども、まあ、100売上があって、変動費30発生して、限界利益70残りますと。で、固定費60かかるので、固定費と10税前利益出ますと。で、そこからね、 30%3 が税金として引かれて、最終的に7残りますよという、こういう会社ですね。で、どうにか利益増やそうと思って、売上増やすために、そうだ、半額セールをやろうということをやったとしますよね。じゃあ、半額セールをやりました、売上 1.5 倍に増えましたっていう場合、数字がどうなるかっていうのを書いていきたいんですけど、はい、半額セールって売上 1.5 倍になります、150になりましたと。でも、半額セールをやるとですよ、まあ、変動比率は倍になりますよね。価格を半分に下げるので、まあ、変動費変わらないですね、仕入れは変わりませんということなので、150に対して 60% が変動費になりますと。なので90ですね。そうすると、限界利益60、固定費変わらずと仮定すると、もう0、利益は0ということで、例えば半額セールやって売上 1.5 倍になっても利益0なんですね。むしろこういうことやると、固定費ね、これ一定って仮定してますけど、固定費が増えちゃってね、マイナスになっちゃったりとかってよくあるんですよ。いや、そんなバカなことありえないだろうって思いますか？実際にはよくあります。まあ、実際の現場ってこんな単純計算じゃないですからね。ちゃんと金の管理、管理会計できてないとこうなっちゃいます。結果的にこうなっちゃってるっていうケースがたくさんあります。管理会計がきっちりとできているって会社って、むしろ少数派ですね。できてないから、実際に日本にあるね、会社7割の会社は赤字だと、そんな状況になってるんですね。例えばですよ、建設業で普段はね、なんか大きくても、まあ数百万円ぐらいの工事までしかやってませんっていう会社がですよ、数千万とかでかい案件を急にできないって振られて、その売上の大きさにつられて、やります、できますやっちゃうんですね。で、原価の見積もりとかもちゃんとできなくて、現場をねうまく回せなくて、もう外注とにかく終わらせなきゃいけないっていうんで、外注さん使いまくって大赤字になっちゃったりとか、で、その工事受けたせいで、他の工事、一般的な今までやってたような通常の工事に手が回らなくなって、そっちも外注さん使っちゃったりとかっていうので、もう全体として超マイナスですみたいな、でも売上の額だけはめっちゃ増えましたみたいなことあるあるなので、本当にね、これ注意が必要です。売上が増えたとしてもですよ、限界利益、ここが増えなければ
ば意味ないんですね。でもですね、結構あるあるなのが、この売上の金額と、まあ、この税前の利益ですね、ここしか見てないと。そうすると100売上げ上がると10利益出るんだというふうに考えちゃうんですね。そうすると、まあ、値引きしてでも何でも150売上げ上がれば15利益出るはずでしょうというふうに考えちゃうんですけど、そんなここ比例関係にないですからね。こういうことやってると判断を誤ってしまうということですっていうのが管理会計なんですけど、あともう一つ大事なのがこの財務ですね。これめちゃめちゃ重要です。ここで言ってる財務っていうのは、さっき話したね、外部報告用の財務会計のことではなくて、主に資金繰りのことですね。ここが全てと言っていいほど重要です。なんですけど、財務に強い会社は驚くほど少ないっていうのが現状かなと思います。会社っていうのは赤字で倒産するわけじゃないし、黒字だからといってお金がなくなったら倒産するんです。もちろん赤字の方がお金がなくなっていく可能性は高いんですけど、でも赤字イコール倒産に直結するかというと、お金さえあれば倒産しないんですよ。でもずっと黒字出しててもお金がなくなったら倒産するんですよ。黒字ならお金残るじゃんって思うかもしれないですけど、財務のこと分かってないと黒字倒産って全然あるんですよ。東京商工リサーチっていうところが出しているデータによると、ちょっと古いデータなんですけど、倒産してる会社の約5割近くは黒字倒産っていうデータもあるので、そんなことないだろうっていうのは実際に起こってるんですよ。財務っていうのは会社の未来をどうするのかを決めるっていうことにもなってくるんですよね。つまりですね、会社をどうしていくかっていうのを計画することです。で、計画して実際にお金をね、やりくりして実行して、で、この計画通りの将来っていうのを実現していくっていう、めちゃめちゃ重要なんですね。で、これ中小企業で言ったら絶対的に社長の役割なんですよ、財務っていうのは。筋のことは税理士に任せてるから、俺は見ねえ、知らねえは通らないんですよ。そんな会社うまくいくはずがないんですね。絶対社長が理解してなきゃいけないんですよ。半年先、1年先の資金繰りが、会社がね、どうなっていくのか全く分かりませんっていう状態だと、財務に強いとは言えません。財務に強い会社の社長はそういうこと全部分かってるんです、逆に言うと。で、例えば今会社が悪い状態で、どうすれば会社良くなると思いますかっていう質問をね、社長にしたとしますよね。その時にですよ、金さえあればどうにかなるんだけどなっていうことをおっしゃる社長さんって結構多いんですよ。実際どうですか、皆さんの周りでもそういう方いませんか。これを言ってる社長はやばいです。お金がないのは誰のせいなのかっていう話なんですよね。そもそもこれ分かっておかないと会社が良くなるはずがないんですね。債務超過でお金ないっていう会社の社長さんもそういうことを言うんですけど、債務超過ってどういうことか分かりますかね。借入金であったり、資本金として会社に入れたお金ね、調達してきたお金を全部溶かしちゃったってことなんですよ。だからお金さえあればうまくいくって言っても散々溶かしてきたんですよ。そのお金入れても、追加で入れたとしても溶かすだけなんじゃないのと、延命になるだけなんじゃないのっていう可能性が高いってことですね。そんな会社にお金貸しますかって言ったら、やっぱ銀行も貸さないんですよね。どうですか、皆さん投資家の立場として考えてみてください。今までね、債務超過、つまり利益を全く出してこなかった会社の社長が、金さえあればうまくいくんだって言って皆さん投資しますか。私だったら絶対しないですね。本当の意味で悪くなった原因、会社がそうなってしまった原因、債務超過になってしまった原因って何なんだとね、急遽原因とかって言ったりするんですけども、そこが分かってないとダメなんですよ。現状を正しく把握するっていうところからまずスタートなんですね。そこ分かってないのにお金入れたって、お金がなかったからうまくいかなかったのが原因ではないっていうのは明白なので、お金さえあればうまくいく、債務超過なのにそんなこと言ってるっていうのは、あと1000円あれば出るから1000円貸してよって言ってるパチンコ依存症の方と同じような状態だということです。いやいや、俺そんなんでね、バカにすんなと思うかもしれないですけど、言ってること同じなんですよ。なので、この休業原因、本当に会社が悪くなった原因っていうのを本当の意味で見つめ直してですね、もし今悪い状態であればということですけど、本当にね、会社を守るために、数字、財務に強い経営者になっていただきたいなというふうに思います。そのね、会社を悪くした原因、まあ社長自身もちろんありますけれども、そういったことを誰も教えてくれないというのも原因かなというふうに思います。なのでね、このチャンネルではこういったね、経営者の方がどうすればね、会社よくできるのか、会社にお金を残せるのか、そんな情報を日々配信しておりますので、ぜひね、ちょっとでも参考になったということであれば、チャンネル登録をしていただけると、あとグッドボタンを押していただけると嬉しいなと思います。で、最後にちょっとね、一つ言い忘れてたんですけど、経理って何なのっていうところですね。まあ、ここも意外と深い話なんですけども、単純に事務的な作業をするだけが経理じゃないんですよ。そういう部分ももちろんありますということなんですけど、経理ってめちゃめちゃ重要で、経理ってね、何の略かっていうと、ちょっと見づらいですけれども、経営管理体制のことを経理って言うんですね。なんでこれができてないと、経営管理できてないっていうことなんですね。なので基調代行って結構危なくて、もう全部外に丸投げで任しちゃって、会社では何にも分かりませんっていう状態は
経営管理できてないっていうことなんですね。一定の作業だけをアウトソーシングして全部自社でちゃんとね管理できてるのであれば問題ないんですけども、丸投げで全部基調代行でやってもらってますは本当に会社悪くなっていくので注意が必要かなと思います。はい、ということでですね、本日の内容は以上になるんですけれども、ぜひですね YouTube で伝えきれない情報なんかをですねセミナーであったり LINE で配信しておりますので、 LINE の方もね公式 LINE の方もぜひ登録してください。今ならね無料で3本のプレゼント動画お送りしておりますので、公式 LINE 登録してゲットしていただければなというふうに思います。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。